みんな頑張ってるか玉先生やで今日もぼちぼち頑張っていうな前回並べるんやで言うたけど例えばこれ「私は風をひく」やと「私引ひく風」でその単語に「私を愛」「ひくをキャッチ」「風をコールド」って英語の言葉に書き換えれば終了やったな本でもこの文章で一番大切なとこわかるかピンとこうへん人は女子やったらバレンタインで思い出すといいんや バレンタインの時、A くんが好きやってチョコ渡そうとするけど恥ずかしくて渡せへんから A くんと仲良い,い幼馴なじみの B くんに渡してついでにあんたにもってど本命を渡すやん B くんは100円のいたチョコなのに A くんにはこれでついでってどういうことみたいなゴージャスチョコやったりそれと同じで2番目。こいつが大切なんや人間かて心臓は大事で上から2番目やろでもこれが日本語やとこなしましたよって動詞はちょうどラストに来る 日本人は大切なのを最後に置くけど英語の人らは2番目に持ってくるねん。ご飯食べるときとか俺の場合は一番おいしいもんを最後に食うけどこれっていうのは日本人らしい食べ方やったんやな。あんたちゃんと三角食べしなさいよ。てなわけで大事なのは2番目。何でかっていうと私や風邪ってこれ以外ないけど引くいうのはいろんなパターンがあるんよ。例えば俺バカやないんで引くことができるねんとか。 わあ明日の予防注射もっちゃ受けたくないこれは絶対に風邪ひかねばならないとか語尾で微妙にニュアンスが変わるやんせやから書き換えの時その語尾に合わせて英語もちょっと変えなあかんよって法律があるんやてなわけで今回の英文法は2番目の微調整やここは中学生とかやとスーパー必須やからこの決まりは覚えよなまずはできるこれはテレビとかいろんなとこで聞いたことない ?I can fly 言うて 2番目にキャンをつけるんや。さっきので言うたら、キャンキャッチになるで。I can fly なら、私はカラッと揚げることができますよって。うわエビフライマッサーっあれこん,なこんな意味やったっけま、まあ、まあ、いいかあ。だってこのエビフライがなかなかポイントやね。なんで、できるがキャンかって、エビフライなんやから、みんな使うん、キャノーラ油やろ。キャノーラやから、頭3文字取って、キャンなんや。あとはそんな感じで、 ぜが絶対にしないとあかんとかならマストあかんやから顔もムむすっとしてるやろなんとかすべきやみたいなんやったらシュッドシュッドはローマ字読みやとショールダ外国人は筋肉ムキムキやからショルダータックルで板ををキきって叩き割る感じやかもしれんならメいってかもしれんくらいぼんやりしてることやったらまあいいやってきっちりしてないところを受け止めれるって外国人の心の広さを表してるわてなわけでゴビーの微妙なところはその内容に合わせてキャンやマストってそんなをくっつけたらええっていうことな ちなみにここって2番目やから行動やったやろ行動ってことは動きなんやから動詞って言うんやけどこの動詞を助けるんで助動詞って言うねんでもしみんなに夢があるんやったら You should study い、yeah, や You must study English やなそれじゃ今回はこんなところや最後にちょこっと確認やったろか彼はほうきを立てられるこれやと彼立てられるほうきほんで 立てることができるっていうことなんやからキャンをくっつけて「彼キャン立てるほうきやで」んじゃあ次なほんで「彼は新記録を立てられるかもしれない」こうなると今回は「かもしれない」やからメイな「彼メイ立てる新記録」なとやできたかこれなほんま小学校の時とかむっちゃいやりよったよな一体誰がこの記録を立てられるのか言うてほんで結局立ったのは先生の腹やったっていう「彼は掃除をするべき」彼「彼シュッとお掃除」でしたね 嗯，这了